大会2日前の朝の体になります。今時刻が4時45分とかです。本当に絞れてきてますね。最高です。はい、おはようございます。本日が、10月7日の土曜日、ベストボジージャパン首都圏大会は残り2日になりました。時刻がね、今はまだ5時7分とかで、少しちょっと朝が早いから暗いんだけど、調子としてはすごい良いです。こっちもね、すごい今綺麗な感じに朝焼けが出てきて、やっぱり朝の散歩は最高だなっていう風に改めて感じます。いやー、いよいよねあと2日まで迫ってきてるので、今日はね本当にこの後カーボ、炭水化物を入れて体を元気にしていく、すごい楽しみではあります。また1時間ぐらいね歩いて家に帰りたいと思ってます。はい、1食目になります。鮭と、お餅1個と、プロテインを抜いている、オートミールのマグケーキになります。オートミール大箱、ベーキングパウダー、バナナとブルーベリーを乗せているものです。はい、ではね1食目を食べていきたいと思います。カーブアップなので、今日は、2時間から2時間半置きごと、2時間か3時間ごとぐらいかな、お気に、炭水化物を徐々に入れていくというような食事になります。では、ちょっと今唾を飲むぐらい楽しみにして、ちょっとお餅をですね、蜂蜜に今日使える 50g のね、 50g 分の蜂蜜ちょっとただつけて食べていきたいと思います。お餅は山形大会ぶりだけど、やばい、マジで今5時50分とかだけど、バカテンション上がったわ。やべえ、餅うますぎる。で、水なんだけど、今日は1リットルで、塩分もカットしていくので、水は今日飲めるのはこれぐらいです。ちょっとまた経過ちょっと追っていきたいなと思います。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer no, man, I still go. Go, 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 yo.今ね、大会前最後の調整という形で全身トレを行ってきました。1種目3セットで計21セット7つの部位に分けて21セットという感じです。すごい絞れて状態はめちゃくちゃいいです。なので今日、明日、明後日ですね、大会当日も含めてあとは楽しむだけです。今朝カーボ入れてから2食目になるんですけど、今時刻は8時36分という感じですね。徐々にってか、まだ変わんねえか、筋肉の張りは変わってないです。2食目でも食べていきたいと思います。今筋トレからですね帰ってきて、ちょっとね出かける準備をして2食目になります。8時37分ですね。ちょっとお餅から食べていきたいと思います。さっきバリうまかったからな、餅。ババ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 バうますぎる。今日も水分ちょっとしか飲んでないけど、
これしかないから大切にね飲んでいかなきゃいけない。筋トレも最後調整っていう形で、まあ、いつもの重量の大体7割ぐらいかな。で、まあ、セット数も3セットとかで、計7部位に分けてやってたんだけど、水飲めないからやっぱ結構、力が出ないんだよね、普段より。水って大切なんだなって、思いました。そして、やっぱり餅うまいなって思います。高山ラスト3ラウンジ、ポージング練習をして、これから、美容院に行きたいと思います。完璧ですね、これは絶対優勝ですね。優勝します、これで整ってるな、完全に。はい、今髪切ってもらって、ここから今日は、眉毛サロンに行きたいと思います。眉毛と、あとはフェイシャルですね。顔の調子を整えていきます。いいっすか。ちょっと YouTube チャンネル登録しといてください。何で？ベストボディジャパンまでの道取りみたいな感じでやってるんですけど、今眉毛サロンに来てます。これがビフォーですね。こっから、眉毛のパーマと、あとはフェイシャルをやっていきたいと思います。はい、今眉毛とフェイシャル、肌の調子を整えてきました。眉毛めちゃくちゃちょっといい感じで、肌もすごいツヤが出るのかな、これなんていうのかな、めっちゃいい感じです。はい、メイクワンって言ったら最後ね、鼻毛ワックスです。これはいただきたいと思います。うぃー、最高。本日手術して、手術って言います、手術です。手術、眉毛とフェイシャルやっていただきました。そして最後にパックまで2つもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。で、あの、一応メイクマンね、自分大体1年ぐらいもずっと通ってるんだけど、眉毛サロンで眉毛と、フェイシャルやると月大体1万5400円が月額になるんだけど、眉毛だけだと8800円で、通う放題の眉毛サロンになってます。皆さんもよければぜひ恵比寿にあるので来てみてください。はい、本日3食目になります。時刻は1時半とかですね。ちょっと期間が空いてし、時間が空いちゃったんだけど、ささみこれ 160g と、お餅2つ、そして寒天ゼリーで、今日の蜂蜜分になります。ではね、今から3食目を食べていきたいと思います。1時半過ぎで、水もねちょっと残りこのぐらいというところで結構少なくなってきてはいるんだけど、こっちはねトースターがなかったのでレンジでチンしたやつになりますが、果たしてお味はどうでしょうか。うん、美味しいけど、トースターの方がやっぱ全然うまいわ。でもやっぱそれでも美味しいって感じるな。すごい、食事制限のメリットですね、これが。何でも美味しく感じる。そしてね、やっぱフェイシャルめっちゃ肌よくやってる、すごい。
前回の山形大会前もフェイシャルやったんだけど、やっぱフェイシャル正解だね。眉毛もいい感じだし最高です。はい、本日4食目です。餅2つ。はい、では、4食目食べていきたいと思います。もう変わり映えのない餅になるけど、餅またいただきたいと思います。蜂蜜につけて、今日6個目かな、これ6個目の餅になります。うまふうる、まふうる、やばい、おいしいわ。Long time no see, you two. Yeah. Okay, it's good seeing you again. Yes. Okay. I hope you do well in your competition coming up, and especially in the nationals, you can smash it. Okay, thank you, man. Yeah. Thank you very much. All right, good luck with your competition, Yuji. Yeah. It's great seeing you. Take care. Thank you, man. Good luck with everything. See you later. See you. はい、今帰ってきてね、本日これが5食目になります。糖質ゼロ麺のそばと、あとまた餅2つとエビと鶏ささみ 200g です。焼いたやつになります。それでは本日5食目食べていきたいと思います。今回もちょっとね、餅からいきます。餅にめちゃくちゃこだわってる、正直。電子レンジじゃなくてトースターの目の前ずっと餅をね見ながらね、いかにいいタイミングで餅を取り出せるかみたいな、すごい意識してやってます。じゃあいただきます。はい、本日6食目になります。時刻はだいたい7時15分ぐらいかな。餅2個と、これもね、カロリー0キロカロリーのリンゴゼリーになります。前回食べてから1時間50分ぐらい経ってます。ちょっと本当に変わり映えのない光景なので、速攻スキップしていただいても構いませんが、蜂蜜もね、今日最初に入れた 50g がもうほとんどないという状況で、いい感じになってます。餅もね、さっきよりもうまく焼けてると思います。うん、うまっうまっ、何回食ってもうめえわ。舌がバグってんのかな。歌いけありがとな。おう、じゃあ大会頑張って。オッケー。もういい結果を待ってます。ありがとう。じゃあまた、はい、また連絡するわ。じゃあねー。じゃあねー。ありがとう。バイバイ。頑張って。はい、本日7食目最後の食事になります。ささみ 200g とエビ5個、ヨーグルトに、冷凍ブルーベリーを 50g 入れたのと、バナナですね。これ冷凍バナナでちょっとお菓子みたいな感じになってるんですけど、めちゃくちゃうまいです。で、今から食べていきます。はい、では今から7食目を食べていきたいと思います。最後の食事になります。ちょっとささみから。ささみにも硬くて歯が痛いわ。はい、今半身浴から上がってきました。めちゃくちゃ絞れてきてます。コンディションはすごいいい感じです。10月の7日土曜日、大会2日前がですね、終わろうとしてます。今日寝たらね、もう残り、明日は大会前日ということで、もう体をゆっくりさせるというか、リラックスさせることにフォーカスする。それだけの一日になります。一応、ポージングのね、練習、まあ、レッスンをちょっと申し込んでるので、そのために渋谷に一回行くんですけど、それ以外は特に予定を明日は入れてないので、炭水化物を入れてカーブアップして、一日、ゆっくり過ごすような、そんな一日になるかと思います。で、ちょっと今、水分がね、今日1リットルしか飲んでないから、喉カサカサになっちゃってて、あんまうまく話してないんだけど、明日は500ミリになるということで、より水分に関しては過酷な一日になるけど、本当に後悔ないような、そんな一日を過ごしていきたいなというふうに思ってます。大会まで、今日寝たらね、本当に前日、あと1日ということで、最後の最後まで、しっかりと後悔のない一日を過ごしていきたいというふうに思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。